ケルマン、ソフィーは、なぜ同行しなかった？戦力なのに。ああ、わかった。ここで待てってことだな。ジョーには落とし前をつけさせる。最初から嫌な予感がしてた。カールの計画はまずいと感じてたのに、私は止めなかった。なぜヘルマンを使わなかった？あいつがいれば無敵だろう。彼は強いけど子供のように無力。ずいぶんでかい子供だな。ヘルマンは耳がほぼ聞こえないの。私が物心つく前から彼はずっと母のボディーガードをしてた。母が死んだ後は私たちといた。ある時窓を破って感染者が入ってきたの。ヘルマンは身を挺して間近に迫る感染者にグレネードを投げつけた。爆発からは生き延びたけど聴力を失った。正面切っての戦いなら無敵よ。でも後ろから来られると弱い。子供のようにね。まさにモロ刃の剣ってとこだから彼から目を離したくないのよ。時々どっちがどっちを見守ってるのかわからなくなる。仕方ない。これぐらいで済んでよかった。自分の直感を信じてたら水も戻ったし、みんな死なずに済んだ。務めは果たした。カールの指示だったんだろ。ええ、でもバザールは守らなきゃいけない。まあな。ルーカスを殺したのはジャックとジョーだと思うか？ジョーならありえる。完全なサイコでヌスッとだし、ピースキーパーに捕まるのを恐れてた。でもジャックがさせない。臆病だけど理性的だから。で次はどうする？これからは自分の直感に従う。もう二度とこんな事態は起こさせない。てめえがすぐついてりゃ助かったかもしれねえ。ルーロー人ってのは走り回るもんじゃねえのかよ。バーニー黙って。なんでだ。こいつが間に合ってりゃパーティーできた。ツヤじゃなく気が向いたら飲め。あの子はあんなだけど、私たちはいつかこの街に貢献する。乾杯。バーディーと親しかったのか？よく詩を見せてくれた。みんなには理解できないからって私だけにね。出来の悪さは黙っておいた。いい子だった。ダークゾーンで父親を亡くしたからグループに入れたの。まだ10歳だった。若いな。若すぎた。でも彼には頼れる人がいなくて入れてあげたの。片付けた後はあの悪党ども。
ジャックのクソとジョーのアホ。そのクソとアホを殺せば何か変わるのか。死は人生を大きく変えるものよ。カールは間違ってた。すぐに叩くべきだったのに。それでもカールは仲間だもの。助けるしかない。そしてジャックとジョーからクリスタルを取り返す。それにこっちは他の仲間を殺されてる。ラルフ、スージー、ローガン、バーディー。だから復讐するの。ジャックとジョーはみんなを死刑にした罪で死ぬのよ。無線がよく雑音が入るんだ。アルベルトに相談して、彼なら直してくれる。分かった。アイトールだ。そこを離れろ。誰にも見られるなよ。似合いのカップルだな、エイデン。近くの屋上にいる。話がしたい。今？お前の命に関わる。やつざきにしてやる。絶対にこの手でじわじわとなぶり殺した。ラルフ、スージー、そしてバーディー、仲間たち。全て聞いた。来い。要件は？面倒な事態になってるな。ジャックとジョーの盗賊連中がカールの護衛を殺し、ソフィーがその報復に向けて動き出した。お前は関与してないだろうな。あんたが近づけって言ったんだろう。これからソフィーのアジトに踏み込むとなると心配でな。噂が立ってるぞ。俺にラザルスを届けたってな。 PK のスパイだと疑われてるかもしれん。そんな様子はない。俺の助けを求めてる。ならそう思ってろ。だが連中は我々を嫌ってる。協力者も例外じゃない。疑われてる可能性も考えておけ。特にソフィーは。対処できる。ルーカスもそう思ってた。その結果は皮膚の一部を切り取られ、捨てられたお前を見つけるのはごめんだ。忠告しにここへ。ラザルスの件では感謝してる。俺は味方を大切にする。ソフィーは水のために戦ってるだけだ。疑ってるとは思えない。めでたいな。彼女は PK を目の敵にしてる。バザールを助けなかったこと、そして母親の死のことで、その我々が彼女の島に乗り込むんだ。注意した方がいい。ご忠告どうも。捜査に関する情報は入ったが？ソフィーもルーカスを殺したやつは知らない。そりゃそう言うさ。連中が殺したとなれば血を見るのは向こうの方だ。ソフィーがいつ襲撃を企んでるか見極めろ。こまめに居場所を教えろよ。用心しろ。気をつけてな、ルローリン。
ティはどこだろう。探すか。そろそろじゃないか。じゃあぼちぼち。父さんまだ早いよ。一つだけ、お前さんに何か探し物か。俺が持ってるぜ。どういうこと。ソフィーはどこへ。見つからない。いや、ルーローのクソ勇者だな。探してたんだ。まあ飲め。乾杯。あ、喉が痛いんだ。何か映すと悪い。俺は無敵だ、クソ。どんなクソな病気もかかって気がかれてんだ。なあ、無線はアルベルトのじい様に見せたか。あのじいさん、何か言いかけちゃしりきれトンボでよ。脳みそがスイスチーズなんじゃねえか。失敬だぞ、ハンフリー。アルベルトは武器と防具にかけちゃ天才だ。てめえ何ができる。部でハーモニカ吹くくらいだろうが。そこのこそだろう。せいぜい乗れ、バーニー様が。邪魔なケツは蹴っ飛ばす。スコットは分かってくれる。でももうは心臓まだ分かっソフィーはどこに行った。大事な仕事があるとか言ってたよ。ここで待ってればいい。男がいるか知りたいの。今はいない。だからってチャンスがあるとか思わないで。あんたは脈なし。あんたに男がいるか知りたいかって興味ない。あんたが心変わりしてチャンスができても俺はなびかないよ。言うわね。でどうしたの。バーニーのことを頼む。顔にデカデカと問題児って書いてある。そうね。長い夜になりそうだ。ルローニン、あれじゃ、一つだけなんじゃ。なあ、ソフィーを見てないか。なあ、ソフィーか。ああ、そうじゃ、彼女なら。あ、確か、あっちに行ったよ。その通り。ありがとう。待ちなさい。それからな、もう一つこと遣ってて、などこかおかしいんじゃろう。その調子が悪いと聞いたぞ。あれが壊れてるとか、そのあれじゃ。ああ、うん、君の無線機どこか調子が悪いんじゃないかってさ。ああ、たまにノイズが入るが、動くうちはいじらなくていい。ああ、一つ聞いてもいいか。ああ、エイデンだ。ヴィンセンツォ。ああ、エイデン、君はどうやってルローニンになったんだ。人を殺したのか。ヴィンセンツォ、お前またいきなり、なんてこと言う、うん、父さん、どうしても知りたいんだ。教えてくれないか。つまらん話さ。殺しもしたけど俺は殺人鬼じゃない。ルローニンになったのは別の目的のためだ。何のためだ。ヴィンセンツォ、プライバシーじゃぞ。唯一の家族を見つけるためだ。それで。まだだ。でも近づいてる。うまくいくといいな。フェデリコも見つからないんだ。誰。フェデリコさ、親友だったんだ。長い付き合いで兄弟みたいなもんさ。でも他の子のように姿を消した。あの憎らしい実験のせいだ。実験？ GRE の実験か。壁が作られた時、ここでワクチンを作ろうとしてたんだ。結局すぐ失敗したけどね。フェデリコはある日突然姿を消した。一緒にサッカーをして、その後僕は家に帰った。フェデリコもだ。それが最後だった。奴らにさらわれたんだ。彼だけじゃない。そう、その冬に消えた子供は他にもいたんだ。他にも。同じ時に隣の建物でも女の子が二人消えてね。そんなことが町中で起きた。誰も見つかってないのか。ああ、でも何が起きたかは分かる気がするよ。おふくろさんの話を聞いたんだ。その1ヶ月前、フェデリコは肺炎で入院してたんだけど、血液検査をするようにってある GRE の医者が言ったらしいんだ。理由は分からない。
フェデリコは1週間後に退院して、そして消えた。その医者の名前は？知らないよ。病院の人も教えてくれないさ。 GRE の極秘業務に関わってるってことしかね。そして全てが終わった。 GRE は崩壊。セントラルループで子供が何人か目撃されたけど、でもフェデリコは、あいつはどうしただろうっていつも思うよ。生きててほしい。いつか見つかるといいな。エルマ、静かにしてりゃ何も起きないよ。無線はどう？問題ない？いい時もあるし、悪い時も半々だ。スージー、ローガン、絶対奴らを八つ裂きにしてやっからな。バーディー、ラルフ、元気でな。愛してるぜ。それねえ、崩壊の始まりを覚えてる？なんとなく。私は昨日のことのように覚えてる。しばらくの間、私たちは感染者から教会を守ってたの。母の指揮の下でね。毎日たくさんの人が死んでいった。母はみんなの命を守り、私はバーニーを見守ってた。母はピースキーパーに助けを求めたけど、連中は無視を決め込んだ。やがて母は重傷を負った。あれは夜明けのことだった。私は母のいる屋根裏の制御室に連れて行かれた。母は私を見て、弟の面倒を見るよう約束させた。まるで車でも貸して傷つけずに返してよって頼むみたいにね。その後、母はカールを後継者に任命した。私がいるそばで、あなたは大きくなったらカールよりずっと優れたリーダーになれる。でも世界がこんなうちは誰も若い人間の言うことに耳を貸さないって。間違いだ。これまではずっとそう思ってた。でも整理がついた。今は母のことを理解できる。リーダーは冷酷になれないと。あの時はそれが欠けてた。今ならなれる。言いたいことはわかる。失う気持ちもな。あなたにもそういう人が。妹だ。辛いわね。大丈夫だ。いずれ見つける。妹さんのために町へ来たの？ああ。ソフィー、話がある。行動に移る。早く動けばジャックとジョーの不意をつける。エイデン、エイデン、出だしからつまずいちまったな。ケーキ漬けの一口目から。任務前に飲みすぎじゃないか、バーニー。はあ？俺の肝臓はビルド一強いんでな。てめえは自分の心配だけしてろ。ソフィーは？あそこだ、屋根の上見張ってるからな。血祭りにしてやる。なんとか立ち直らなくてね。誰が勝つか今に分かる。ピースキーパーに監視されてるみたいね。見せてやりましょう。ジャックとジョーの次はあいつらの番だって。行動に移るって言ってたな。もう動いてる。キャンプに偵察を3人送り込んだ。カールとクリスタルはあの建物のどこかよ。